はい、どうも、こんにちは。今回でまたライフイズストレンジ続きからやっていこうかなと思います。前回は、まあ、とりあえずでも大したことやってないけどね。とりあえず大したことやってなくて、始めたてで、ちょっと一つ問題が起こったぐらいだったかな、前々回と。で、今回また続きからやっていくんだけど、なんかね、絶妙に前回やったとこまで綺麗にセーブしてるわけではなさそうなんだよ。で、実はこれ始める前に、またこれやり直したんだよ、このグラント先生のやつ。やり直したんだけど、だから結構さ、この前話した会話は、今回話さないでおこうかなと思ってんのよ。ちょっとめんどくさいから。ていうかそのセーブした段階っていうか、やめた時にセーブされてないんだったら、多分そこまで大事じゃないんだろうから、とりあえず、普通にじゃあ、こっからまた、前回やったとこはちょっと喋らなくて、今回また新しくやっていこうかなと思います。さて、寮から USB を持ってこなきゃ。このイベントが起きる、なんかあるよ。なんかあるよ、これ。なんかこれ。怪しくないですか、これ。これ怪しくないですか、これ。マーク、ジェファソン、レッド、なんか、絵なのかな、誰かの。あ、デイビッド来てんじゃん。あ、セーブした。あ、ここでセーブするんだ。これ待ったわ。いや、てかもうカメラアングルがむずいんだわ。あ、これ撮れるんじゃないですか。見る。かわいそうなカワウソ。なんちゃって。ちょっと、何かわいそうなカワウソって。まあわかるけど、おもろいなぁ、お前。電子タバコにすればいいのに。電子タバコってそんな昔からあったっけ？これだって、2013年の、なんかこの前締め切りが2013年みたいな広告見たんだけど、ってことは、2013年の段階で電子タバコってあったんだ。なんかあんまりね、まあ、最近はアイコスなるものがさ、よく見るけど。よっぽど好きなのかな。何が？雑だなそういう世界観なのわかるけど、すごい雑だね、これ改めて見るとこの絵って。すごいな。まあでも逆にそれが味あっていいんだけどさ。なんでカワウソ？よくわからない。Can you swim to success? オッターズ水泳チーム入部テスト。オッターパワー全開。君も水泳でトップを目指さないか。9月6日から8日午後2時。国内トップクラスの高校水泳チームにぜひ参加しよう。そんなすごいんだ。国内トップクラスって。水泳部、オッターズの巣だ。ああ、ここから先が水泳部なんだ。てか体育館か。スイミングプールって書いてる。本格的だな。チラシ見よう。このポスターのおかげでどれだけいじめが減ったんだろう。なんかあれじゃん、なんかあれがいるじゃん、あれが。そうっていうか、紙っぽいやついるじゃん。過剰な情報に惑わされないで。マルチタスクで忙しくしているあなた、それで生きている実感はありますか？ソーシャルメディアは現実の代替となりません。オレゴン州アルカディアベイシュレーダー通り380の仏教センターにご来訪ください。いじめに悩んでいませんか？いじめをする人たちは、それをいじめだと気がついていません。いじめる前に考えてください。もし誰かいじめてしまったら、www.blue4u.org にアクセス。私たちはあなたの力になります。いや、こんなのじゃダメだよ。見てねえし、掲示板とか。そもそも。聖書研究会、私たちと聖書を朗読し、研究をする仲間になりませんか？あなたに神のご加護。連絡先、kato.m.blackwellacademy.ed。え、ケイトがあれなの？トップなの？ケイトがその、あれのトップなのかな？そういう。あとこれあれなんだよ。多分ね、これ、読めばセーブされるから、読んでいこうよ。USB を受け取るために駐車場で待ってる。寮に戻らなきゃ。オッケー。でも俺、こっちも駐車場っぽくない？なんか普通に。ごめんって。先週の、この前のランニングおじさんだ。駐車場じゃん、こっちも。だからこのゲームなんかあれなんだよね。R2 でダッシュだからさ、慣れないんだよね。最近やっぱ押し込みが多いからさ。な、ドローン飛んでんじゃん。これは、多分いけないよね。こっちに行ってもしょうがない。そうだよね。もうゾウ見れないの多分。ゾウ見れるよね。あ、写真撮れる。壁にうろうろしてる生徒の姿を見たら、学校の創始者は何て言うだろう。まあいいよ。それが時代の流れだもんだって。あ、まあ勉強しろってこと？お、いいじゃん。お、いい写真撮った？あ、いいね。あ、ちゃんと撮れてん。今回収できてんじゃん。次、折れたスノボを探せばいいんだね。オッケー。ポスター。
ちょっとお腹が空いたな。ワニいるね。魔法と冒険の探求、20面ダイスを転がせ。ブラックエルサイエンスのゲーマーズグループに参加しよう。毎週水曜日、ブラックエルサイエンスのラウンジにて、午後3時15分より今週のゲーム、見て。基本的なゲームルールの知識とエチケットをご持参ください。コスプレ、女子、大歓迎。嫌な予感するなぁ。コスプレ、女子、大歓迎って。あれかな？オタクサークルなのかな？そうだ、ゲーマーズグループに参加するかってもんね。お腹すいた？スーホエールズダイナー。オレゴンで最高のバーガーならここ。てか、あれか、このワニの方があれか、オタクのポスターか。センスねえな。あ、ビーバーいいんじゃん、ビーバー。ジャスティンとスケーター仲間だ。ん？いろいろできて、かっこいいな。大丈夫？これ、ゴリゴリの陽キャじゃない？大丈夫？ジャスティン。マックスじゃん。かましに来たの？お、陽キャっぽい。かます？かます？そんな魚いたような気が。やば、その返しやば。ノーズスライドかトレフリップぐらい知っててもらわなきゃ話になんないね。声いいなってかお前。あ、戻せんの？これ戻せんの？これ戻せんの？あ、L1 だっけ？ L1 で。てかあれか。話す。ジャスティン。マックスじゃん。かましに来たの？足りめえじゃないか。かましに来たぜ。ノーズスライドしに来た。いい、変わったね。あの、これあれかな？俺やらされるのかな？ノーズスライドしたいとこだけど、誰かトレフリップ見せてくれるかな？かっけえ、活かしてんね。結構詳しいじゃん。まあね、全然下手くそだけど。活かしてんね。そんじゃさ、俺らがお手本見せてやるよ。リクエストある？え？ノーズスライド気になるな。じゃあ、ノーズスライド。うちのトレバーがいいとこ見せるぜ。ああ、それがノーズスライド。ごめんごめん、それノーズスライド。わかんなかった。スケボーやってそうに見えないけど。昔やってたけどね。昔やってたけど。そうそうそう。昔やってたわ。だよね。上司大歓迎なんだけど。レイチェル・アンバーと連れも俺たちとつるんでたし。うん。レイチェルと知り合い？レイチェルと知り合い？よくスケボーしに来てたけど、ある日急に来なくなったんだよ。怪しいね。元気にしてりゃいいけど、レイチェルに何かするようなやつは俺らがボードでボッコボコにするぜ。あ、意外といいやつっぽいぞ。ビクトリアとも遊ぶ？ビクトリアともよく遊ぶ？まさか、あんなツンツンした女とつるむかっての。あ、いいね。なんかこいつ良さそうじゃん。仲間なろうぜ。連れて？名前忘れちゃったけど可愛かったよ。タトゥー入ってて髪の毛青くてかっけえの。あ、あいつじゃん。レイチェルがいなくなってその子も来なくなっちゃったんだけどさ、寂しいよね。じゃあまた後でね。俺らの写真撮りたくなったらいつでもモデルになるぜ。いいやつじゃん。ちょっと普通にいいやつじゃん。あ、ごめんごめんごめん。じゃ、喋っていい喋っていい、お前喋っていい、ちょっと。ごめん、スケボーやってるとこ申し訳ないけど。前回あいつ喋ってないんだよな。この、ぼったちゲームガール。ぼったちゲームガール喋ってないよね、多分。喋ったっけ？ブルック、ひょっとして、ドローン飛ばしたいの？あ、ドローンか、お前。やってみたい。飛ばしたい。飛行機とか気球とか大好き。一緒にしないでよ。ドローンってなんだか分かってるの？武器でしょ。バカ。ネットの噂信じすぎでしょ。こりゃ操縦は無理だね。ウォーレンからは頭いいって聞いてたのに。ちょっと戻させてもらっていいっすか。おい、後悔すんじゃねえぞお前。こら、おい、こっちに力あるんだからな。後悔するんじゃねえぞ。で、この会話戻せるってすごいよな。ならではだ。違法じゃないの？それってブルックの？違法じゃないの？違います。まだ誰にも見せてないんだ。ドローンって軍事兵器じゃない？バカ、一緒じゃん。ネットゴール一緒じゃん。言ってよ、ゴール一緒じゃん。これ何も変わってねえわ。ウォーレンと同じカバンかな。うん、ちょっとオタクっぽいような。そう？そうか、そんなでもなくない？別に。まあ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 、調べていいの？大げさな名前がついてるんだな。うん。
あ、これでも出ればいいの？え、ということ、今でも出たよね、今セリフマークが。小さいのに大げさな名前がついてるんだな。え、あ、俺2回調べたもんね。で、マックスフリーズしてんじゃん、そこで。あ、これ どういうことなんだろう、これ L2 で1回止めて L1 で止めればどうなの。ブロック、ひょっとしてドローン飛ばしたいの？お、ハイフライドローンだよね。それ、ハイフライドローンだよね。 B400EVO モデル？いいなぁ。すごい、よく知ってるね。最強じゃん。航空写真が好きなの。この能力最強じゃん。飛ばせるモデルは撮影機材に向いてるんだ。うん、すごい時代だよね。本当だよな。さすが。ウォーレンが一目置くだけあるね。あ、ウォーレン仲いいんだ。はい、ドローン操縦していいよ。ちょっと待って。ああ、よかった。俺の操作じゃないわ。俺の操作じゃないからよかったわ。すげえ、壊すなよお前、多分結構高いぞ。あ、すげえ。てかさ、この時からドローンであったんだな。まあ、あったはあっただろうけど、なんかあんまり。おいおいおい、危ない危ない危ない、何やってんの、何やってんの、危ない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 、ね、危ない危ないって、危ないよ、危ない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 。遊ぶな、俺で遊ぶな、ちょっと俺で遊ぶんじゃない、マックス。危ない危ない危ないって、どこ行くの？ん？俺は何もできないもん、今。あ、帰ってきそう、帰ってきそうだな。すげえ遊ぶな、お前。てか、マックスすげえ遊ぶじゃん。ちょっとこれ2周目じゃない？ 2 周目だな、これ。2周目だわ。危ない、危ない、危ない。危ねえわ。マックスのセンスが良すぎる、てか。初めてじゃないだろ、絶対。こう話したよな、前回。ん？これは？ジェファソン先生の作品を展示してるの、最高。ジェファソン先生の作品なんだ。これは先生の代表作の一つ、その瞬間を切り取ってるのが素敵。警察かな、これ。こんにちは、ダニエル。ダニエルはいつも何かを書いてる。内気さは彼の勝ちね。いいな、でも。お疲れ。ああ、マックス、よかったら頼んでもいいかな。やっぱ声爽やかだな、こういう時。モデルになってほしいんだ。完成したら SNS にアップするけど。いいよ、私で書けよ。もちろんインスピレーション湧きそう。書いてみろよ。インスピレーションといえば、一目見ただけで湧き立つモデルがいたよ。何？レイチェル・アンバーさ。ああ、お前もレイチェルかよ。友達だったの？友達だったの？違うけど、僕の絵のモデルになりたいって言われて書いてあげたことがある。書いたんだ、お前は。ビラだらけだよね。どこへ行ってもビラが貼ってあるよね。あのビラお前のかな。彼女の顔をあんな形で見るのは辛いよ。優しい子だった。こんなオタクにでも、オタクっていうか、やっぱあんまりね、なんか学校に馴染めてないような子でも優しくしてくれるんだ。それじゃあ、ごめんごめんごめん、違う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 。レイチェルほどいいモデルじゃないけど。そんな、君だって十分代わりになる。何の代わりって、お前、おい、謝れよ。代わりってお前、言葉に慎め、お前。いいね、いいポーズだ。そんなしてないぞ。あら、ちょっとやめてよ、マックス。セクシーじゃん。T シャツ出すさ、お前。何それ。いいね。たるんだ体の雷親父やめろや。たるんだ体の中央がハゲだ。お、いいじゃん。すごいよ、ダニエル。似てる。あ、でも、でも実物の方が可愛いけどね。ふん。え、これ未来君、え、これ晒されて、もしかして俺炎上すんの？え、マックスじゃん、え、あんなやつに協力したのって言われるのかな。そう、怖いよな。ふん、何が？君はふんって読めても俺はふんってならないんだよ。ちょっと待ってよ。ボルテックスクラブさ、すルーク、こんにちは。ルーク・パーカーだ。うん。ザッカリーがロッカーに押し込んだ子。かわいそうに。ザッカリーがロッカーに押し込んだ子ってわかんねえよ。ルーク、
今はほっといてくれるかな。かっこいいじゃん。どうしたの？どうしたの？ネイサン・プレスコットのやつ、親がこの学校にたくさん寄付してるからって調子に乗り上がって。あ、お前もアンチ姉さん。ボルテックスクラブが何だってんだ。あいつには本当気をつけた方がいいよ。本当だよな。知り合いなのか。違うよ。違うよ。時々見かけるだけ。ちょっとその話詳しく聞かせてよ。何があったの？まずいまずいまずい。チクってやったったらまずいよね。関わりたくない。うん、ああいう勘違いしたボンボンとは関わりたくないな。そんぐらいだよな。誰かガツンと言ってやらなきゃダメだ。まあ、そうだね。そのうちきっと罰が下ると思うよ。お、いいね。いいじゃんいいじゃん。世の中善人だらけだ。正義は寝て待てってアホらしい。いや、俺チクったって言ったらまずい気がするんだよな。やっぱりこう自分の素性をあまり明かさない方がさいいじゃん。何これ、ウォーレンの USB を取りに行かなきゃ。ああ、まあ USB 自体取りに行ってないんだ、駐車場に行く前に。うん、エヴァンのポートフォリオ、プロみたいでかっこいい。中身見てみたいな。まあ、でもエヴァン意識高そうじゃん。確かエヴァンって名前。そこも曖昧なの。いつも何かに集中してる。そこも曖昧なのはまずいでしょ。エヴァン、ポートフォリオを見せてもらってもいいかな。その前にテストさせてくれ。質問に答えてもらうよ。んなところは。おい、崩れ落ちる兵士の撮影者は。知らな、知らないよ知らないよ、知らないよ。エヴァン、友人スミス。確かに2人とも著名な戦場カメラマンだが、まさか混同するとはね。戻させて。残念ながら不正解だ。戻させてよ。お前答え書いてないの？どっか。おい、見せてみろ。もうこれじゃあやるか。じゃあもう手当たり次第。付き合ってる暇はないよ。一枚でも多く取らなきゃ。ごめんって。悪く思わないでくれ。あ、エリチでばピューって戻るわ。おい、エヴァン、こんにちは。エヴァン。その前に、さっき聞いた名前、多分ね、これロバート・キャパとロベール・ドアノは、なんか前回、さっき本でもなかった気がするんだよ。マッカリーはって気がする。スティーブ・マッカリー？あの写真が撮影された当時、ごめんなさい。彼はまだ生まれてもいなかったというのに。それにマッカリーはカラーで撮る。ごめんなさい。悪いけどポートフォリオは見せない。すいません、さっき以下でした。すいません。おい、エヴァン、こんにちは。その前、エヴァン、こんにちは。ロバート・キャパでしょ。あの写真の、これは正解っぽいな。正解っぽい。彼の作品は大好き。へえ、やるな。ちょっと意外だったよ。まあ、一瞬すんよ。おい、やめてくれよ。君とは気が合いそうだな。僕のポートフォリオを見てくれて構わないよ。なんかあれな、でもその価値がありそうだ。こういう風になんかこう拝見いたします。繕っていくとやばいな。なんかいざという時バレそう。自分の知識のなさとかがバレそう。すごくいい写真だ。うん、レイチェル・アンバーの顔から目が離せない。あ、レイチェルがよくモデルになってたんだ。レイチェル仲良かったの？お前、見ての通り、レイチェル・アンバーは最高のモデルだった。そんなに？感性に訴えるアングルを心得ていた。ああ、まあそういう意味でね。親しかったの？親しかったの？いわば戦友ってところさ。うん。僕を批判せず理解してくれた。いいじゃん。ボルテックスの連中と付き合っても自分を見失っていなかった。へえ。芯の通った子だったよ。ほう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 。何があったんだろうね。よからぬことだよ。間違いない。これレイチェルっていうのがあれなのかな？今回の。失礼。あ、ごめんごめん。ライフイズストレンジのあの要になってくんのかな、レイチェル。レイチェルがどうなってたのかってのが最終的に書かれるのかな。そのこのゲームの終わりじゃないけどさ、あのこれで多分一旦あれだわ、セーブしたからできるわ。うわ、陽キャっぽいやついるな。あ、あいつは、いや、さっきドローンのやつじゃないですか、これ。部屋に戻って、ウォーレンの USB を、プレスコット寮だって、うん、この寮までネイさんの家の持ち物ってわけ。そのレベルはまずいな。そのレベルはまずいな、さすがに。ここに自分の部屋があると思うと、変な気持ち。あ、これがあそこ寮の入り口か。おい、お前ら、まあ仲間に入れてくれよ。おい、ローガン、
こちらローガン・ロバートソン、 100% 嫌なやつ。話しかけてみようか。やめろよ、写真を撮りたかったら金曜日の試合中にしてくれ。いや最初、いやもうこの返しはいいやつだよ。まあ今、まあ今練習中だもんな。あ、ケイトいいんじゃん。ザッカリー、ザッカリーってフットボールよりビールが好きそうな顔してる。何それ、何やその顔。フットボールの練習中だ、あっち行けよ。まあ正しいわ、これ正しいわ、俺がおかしいわ。リサイクル箱、エコな学校でよかった。あ、もうちょっとおしゃれじゃん、ケイト。ケイトだ、いつもより塞ぎ込んでるみたい。ケイト、マックス、かわいいな、ケイト。なんか改めて見るとかわいいな。授業はどうだった？よく覚えてない。授業なんてどうでもいい気分なのかも。ケイト、私でよかったら。今はちょっと一人になりたいんだ、ごめん。ケイト、ごめん、マックス、後にして。ケイト、話すときだけ目キッてなるのやめてよ眉毛キッてなるのやめてよ、話したら嫌われてるみたいになってんじゃん。サミュエル、こんにちは。サミュエルのことを怖がる人もいるけど、怖い人じゃない、変人ではあるけど。すっごい近くだな俺、大丈夫かな、クソ邪魔そう。いや、元気かい。元気です。忙しそうだね。今日は忙しそうですね。僕はいつでも忙しいさ。今日は庭掃除、それからペンキ塗り。声がいいな。レジランバーのビラまで塗りつぶさないでくださいね。光を塗りつぶすことはできない。知り合いなの？レイチェルと知り合い？プリズムを知ることはできない、ただ見つめるのみだ。なんだこいつ。ではペンキを塗りに行くよ。なんだこいつ。何があったんですかね。過去に執着すべきではない、僕は前進し続ける、時計のように。何こいつ。どんな子でしたか。話できないんだけど。人気者だったと思うけど。太陽の光も影を作る、彼女は光であり影だった。乾電池と同じだよ、プラスとマイナスを持つ。それじゃあまた。足元に気をつけるんだよ。掃除が終わったらペンキ塗りだ。なんだこいつ。コンテンタイプは初めてだな。会話ができないってそういう方向性ある？なんか普通ね、なんかおどおどしてとかはさありえるけどさ、このタイプの会話できないの一番めんどくさいな。アリサ、アリサとはもっと仲良くなれそうだな。あれ、マックス。あ、話しかけられた。元気？元気。一人で恋愛小説を読んでる私に聞く？ボルテックスクラブでビクトリアと遊ぶ方が楽しいかも。読書の方がマシだよ。皮肉だね。まあね。じゃあ続きを読むから。ごめんて。もういいかな。ごめんて。でもこんな何気ない会話でも戻せるんだもんな。まあ基本的にこういう明らかな失敗じゃなかったらやり直さないとは思うけどね。まあとりあえずじゃあこの入り口前を残し一旦ここで切ろうかなと思うわ。じゃあ、あざした。